今日はザンクトガレンから、リヒテンシュタインのファドーツっていうところまで電車で向かいます。来た時は、夜で真っ暗だったんで何にも景色見なかったんですけど、今朝はすごい晴れてていい天気だったんで、山々だったりこれボーデン勢が電車から見えるんですごいいい景色でした。でこの日もブレゲンツ経由で、電車乗ってフェルドキルヒという町まで来ました。で、ここから、リヒテンシュタインバスっていうのが出てるので、それに乗って、リヒテンシュタインファドーツに入ります。この路線バスで国境を越えていくっていう感じですね。過去の行った人のブログ見るとここでもしかするとパスポートコントロールがあるかもしれないっていう書いてありましたね。今回はなかったです。ファドーツに着いて一番最初に見えるはずだったリヒテンシュタイン城は改修中でうまく見れませんでした。でその隣にあるリヒテンシュタインセンターでは大体のお土産はここで買えたりします。リヒテンシュタイン城のミニチュア模型は結構しっかり作られてました。
パドーツの市内から歩いてスタジアムに向かいます。でパドーツ自体小さい町なんで、徒歩10分ぐらいでパドーツの町の端から端までは歩けるみたいですね。名前がラインパークの通り、もうライン川のすぐ隣に作られてましたね。トトロキみたいですね。スタジアムからの方がリヒテンシュタイン城が綺麗に見えました。FC ファドーツのクラブハウスがスタジアム隣にあるみたいなんですけど、そこから入場用のエントランストンネルまで、歩いてわざわざ向かうっていうスタイルでした。試合後は歩いて市内の中心まで戻って、でそのまますぐバスに乗ってフェルトキルヒまで戻るっていう感じです。この道沿いの方がリヒテンシュタイン城の眺めは良かったですね。フェルトキルヒからは電車で6時間以上かけてウィーンに戻りました。はい、最後遅延して最終的には終電に乗れなかったという一日でした。